皆さんどうもこんにちは。今回からペナント新シリーズ、西武ライオンズで日本一を目指すペナント、やっていくよ。今回は転生選手が出ない設定でやるよ。1年目は19ゲーム差の5位。投手がボロボロだからそこを補強していきたいね。早速ドラフト会議やっていくよ。まずはドラフト候補を見ていくよ。社会人下島、スタミナはあるけど即戦力としては微妙かな。森笠はリリーフとしては悪くないね。三球種持ちだね。リリーフもできたらよかった。スプリットがいいリリーフ、足も速いね。三球種持ちだけど先発にしてはスタミナ低いな。変化量はおそらく詐欺だね。こちらも三球種持ちでいいね。特能も強そうだけど肩書きがないのが気になる。スタミナの高い先発は今のチームに欲しい。カイドウ、スタミナ高いけど特能は何もないのか。また三球種いたね。大学ナンバーワンで強そうだね。ムービング持ってて悪くないけどやっぱりスタミナ低いね。下変化2球種で珍しいね。特能も強そう。1年目はやっぱ変化量がすごくてビビる。先発中継ぎ両方できると助かるね。甲子園優勝投手はこいつか。微妙かな。152キロ左腕、高卒でこれは魅力的だね。高校ナンバーワン、三球種だけど特能は微妙かな。お、野手能力が高い投手いたね。下位まで残ってたら指名しようかな。次は野手だね。守備が上手いショートだけど源田がいるからいいかな。足の速い外野手、ミートはやっぱ低くなるね。強肩のキャッチャー、キャッチャービートかあったら強いけど。九州の大砲、ミート低いと使いづらい。東北四天王キャッチャー、安定のミート F。また東北四天王キャッチャー、こちらもミート F。守備の上手い外野手、悪くないけど打撃がね。大学ナンバーワン外野手、即戦力として使えないかな。高校ナンバーワンキャッチャー、高卒キャッチャーは取りづらい。俊足のショート、足が速いだけかも。オール D でサブポジが豊富、使いやすそう。守備は上手そうだし高卒のセカンド一人欲しい。高校ナンバーワン外野手、バッティングはこれからだね。候補はこのくらいだね。早速ドラ1考えていくよ。1位は高卒ナンバーワン投手木目田くん。将来性に期待。単独指名だね。微妙なのかもしれない。2位は東北四天王森田くん。キャッチャー能力に期待。3位は大学ナンバーワン外野手西原くん。即戦力で期待。5位は高卒外野手竹下くん、便利屋として期待。6位は高卒筆地くん、将来性に期待。6位は社会人吉永くん、左腕として期待。7位は横溝くん、俊足に期待。8位は北島くん、化けるのに期待。9位は高井くん、サイドスローに期待。10位は佐賀野くん、ワンチャンに期待。自由契約となっていた中日のアランを獲得するよ。総能水リリーフで頑張ってほしいね。なんとドラフト4位オール D の竹下くんが入団前に急成長を遂げたよ。ミート、守備が14も上がってるね。能力が判明するのが楽しみだよ。最後に助っ人外国人としてメキシコのサワン・ヘミングスを獲得するよ。ローテの一角として期待したいね。2年目の開幕まで来たね。メンバーを確認していくよ。先発1人目高橋コーナー。2人目、ヘミングス。3人目、隅田。4人目、今井。5人目、松本。6人目、与座。中継ぎ、ビハインド、佐野。リード時、増田。ビハインド、アラン。B
ビハインド、大曲がり。接戦時、水上。中継ぎエース、平井。守護神、平。1番センター、ルーキー西原。2番ショート源田。3番セカンド外崎。4番ファースト山川。5番キャッチャー森。6番 DH オグレディ。7番サード中村。8番ライトアイト。9番レフト騎士、以上だよ。前半戦終わって 12.5 ゲーム差の4位。ソフトバンクが強い。ルーキーの能力を確認していくよ。高卒セカンド佐賀野くん。思ったより能力低いね。これからの成長に期待。高井くん、ドラフト9位でこの能力は当たりだね。左のサイドで対左 B でクロスファイアー。完全に左キラーだね。北島くん、3球種にできたからリリーフでそこそこやれそう。2年後くらいに出てきてほしい。横溝くん、思ったより足だけだったね。守備を鍛えないと。ルーキー覚醒って選手特性は何だろう。攻略本とかに載ってるのかな。吉永くん、社会人だけど即戦力ではないね。引地くん、先発リリーフどっちで育てるか悩むね。高卒だからじっくり育てたい。竹下くん、入団前に覚醒して結構強くなったね。打撃能力が思ったより低かったから覚醒してよかった。西原くん、阿部日持ちで結構使えるね。すでに試合でも活躍しているよ。積極盗塁もあって一番で使いたい。森田くん、外れだったね。せめてキャッチャー D ならまだよかった。ファーストで育てた方がいいかな。木目田くん、そんなに強くなかったね。高卒だから成長に期待だけど、特能が何もないのは嬉しくない。結局シーズン終わって23ゲーム差の5位、去年よりひどかったね。シーズン成績見ていくよ。やっぱり先発が微妙だね。スケットヘミングスは防御率5点台で契約は今年までかな。平だけは安定しているね。最多セーブは取れなかったけど、防御率 1.47 で40セーブはさすがだね。野手も微妙だね。3割バッターは0。一応タイトルは山川が打点王、源田が盗塁王だね。ルーキー西原くんは2割6分6厘、24盗塁でなかなか良かったね。もう中村が40歳できついからサードの後継者が欲しいね。年間表彰式まで来たよ。ベスト9、ゴールデングラブ賞も気になるけど、西原くんが新人王を取れているか期待だね。ベスト9にはキャッチャーで森が選ばれたね。来年こそは3割20本打ってもらいたいね。ゴールデングラブ賞には源田が選ばれたよ。さすがだね。お、新人王に西原が選ばれているね。沢村賞には山本由伸。去年 FA でロッテに移籍した丸がホームラン、打点の2冠だね。優勝したソフトバンクからは打撃タイトルを獲得した選手はいないね。山本由伸が投手3冠だね。早く海外に行ってくれ。パリーグ MVP は山本、セリーグは村上だね。村上もホームラン、打点の2冠だね。新人王は接戦で西原だったね。竹下にも2票入ってる。西武の選手が沢村賞候補になる日は来るのかな。というわけで今回はここまでだよ。次回はドラフト会議からだね。どんな選手がいるか楽しみだな。ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価してね。